B リーグ第116競技ミドル級3回戦の両選手を紹介します。赤コーナー小山龍也君、新潟県松総合高等学校。青コーナー黒部龍生君、北海道札幌工業高等学校。審判はエフリー相馬、ジャッジ平野、黒岩、田崎、金の以上6指導を行います。高松工業高等学校の A リーグセコンドアウト、B リーグただいまの競技の結果は青コーナー黒部龍生君、北海道札幌工業高等学校の RSC 勝ちでした。時間は2ラウンド0分2秒でした。